ではレッスンの8どんどん続けてやっていきたいと思いますけれども、今回はですね40日目、 L8 の T6、全身で受け取るというコミュニケーションですね。コミュニケーションは発信するだけではなくて受け取るというのも大切なコミュニケーションでした。で、その受け止め方なんですけれども、まずは表情ね、皆さん表情動きますか？ LINE ばっかりでね会話してるとね、もう顔が表情がなくなってしまいますよ。本当に無表情でずっとやってますからね、実際にこの顔が動かなくなってしまう。なぜならば顔のこの表情って筋肉でできてますから、全く動かしてなくてね、営業いただくだけめちゃくちゃ動く、そんなことはありませんので、日頃からこの表情を意識してね、動かす練習してほしいんですけれども、じゃあ具体的にシートに従ってやっていきたいと思いますが、1、全身で受け取るという表情のロープで、 A さん、悲しかった話、腹が立った話、痛かった話、これ負の感情ですね、悲しいとか痛いとかね、これをですね、負の感情の、これ作り話でも何でも構いません、実際にあった話でもいいですよ、ね、作り話でもいいんです。ずっと10年間飼っていた、子供のように可愛がっていたワンちゃんが先週亡くなってしまったみたいな話を B さんにしてみてください。さあ B さん、ニコニコしながら、そうなんだ、かわいそうだよね、言葉ではね、同調するようなことを言っても、表情がニコニコしていたらどうなるでしょうか。そんな人いるのって今思いましたよね。いっぱいいますよ、特にセールスマンね、セールススマイルだと思ってどんな話でもって聞いてる人めちゃくちゃいますからね、それが正しいと思い込んでますから。でも自分がされたらどうなるか、これはねB さんがすごく大事な役です、ね、ちょっと難しいですよ、ニコニコしながら聞くっていうのは。でもあえてやってみてください。そうすると A さんが一体どんな気持ちになるのか、 A さん体感してみてください。さあそしたらですね、続けて、ね、フィードバックの後、今度は続けて相手の話の内容に表情を合わせるというのを A さん続けてやってみてください。悲しい話をしていたら表情を悲しい表情にする。悲しい、そうね、相手よりも、話している相手よりもさらに悲しそうな顔してください。痛い話だから痛そうみたいなね、話の内容に表情を合わせるという。そして、どんな風に話している A さんね、受ける印象が違ったのかを話し合ってみてください。これすごく大事ですね。これをまた交代してやるという、続けてやるのがポイントですからね、やってみてください。さあそして続けて今度は L8 の T の7、次のページのところ、全身で受け止めるというロープレーなんですけれども、まずはですね悪い方ですね、マイナスな方、A さんはね、まあ、自分の好きなこと、好きなものでもいいです、好きなこと、私だったら映画について、こんな面白い映画があるよ、あんなに映画面白かったよみたいなことをね、と相手にね語ってください。さあ B さんね、無表情、無反応、あるいはこっちは簡単かもしれません、スマホかなんかをですねこういうカチャカチャいじりながらですね、でも耳では真剣に聞いてください、手に何か持ってください、でずっとそれをカチャ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 やりながらね、ペットボトルでもいいです、ペットボトルに書いてある裏の、何か説明書きみたいなところをずっと見ながらでいいですから、耳だけは真剣に相手の話を聞いてください。でも視線は手に持っているもの、ね、表情は一切変えない、ふーんとか相槌は打っても構いませんけれども、耳、基本は耳だけで聞くという、そのロープレー、これまずやってください。で A さん、喋ってる方はどんな気持ち、さあ終わったらですね、これも続けてやってください。いいですか、同じ A さん交代しないで、 A さんが今度はさっきと同じ話をもう一回するんですけれども、 B さん今度は全身で、どういうこと、うなずく
表情、めちゃくちゃ興味がある表情で、そして声に漏らす、へーとかはーとかほーとか何でも構いません。そうなんだとか言いながら、ね、表情も身振り手振りも、そして声に漏らすというこの三拍子揃って全身で聞いてみてください。さあ、すると A さん、さっきと今ではどんな風に受け取る印象が変わるか、あとは話しやすさ、話しにくさみたいなものも変わってくるんじゃないでしょうか、ね、それをやってフィードバックをし合ってみてください。これもお互い交代し合ってやってみたらいいですね。こればっかりはですね、相手がいないとできないので、たった一人で壁に向かってたら難しいですから、相手をきちっと見つけてですね、やってみてください。どうぞ。1、全身で受け取る、かっこ表情。悲しかった話、腹が立った話、痛かった話などをする。それをニコニコしながら聞くパターンと、話の内容に表情を合わせながら聞くパターン。悲しい話を笑顔で聞かれたらどんな気持ちになるかな。ポイント、話している相手の表情ではなく、話の内容に表情を合わせよう。悲しい話を笑顔でする人もいるからね。丸1から丸5のロープレイをして気づいたこと。丸1では本当に聞いているのか、同調してくれているのか、違和感を覚えた。丸3は自分の気持ちに相手が表情で合わせてくれているので、聞いてくれているというのが伝わる。自分の改善テーマ。悲しい話の時には反応はそこまで大きくせずに、話に耳を傾けること。どこに相手の感情が現れるのか研ぎ澄まして、そこに表情をリンクさせる。2、全身で受け取る、かっこ反応と相槌。好きなもの、好きなこと、好きな人の話をしながら、無反応、無表情、あるいはスマホをいじりながら耳だけで聞くパターンと、体を使って反応し相槌を打ちながら聞くパターン。たとえ本当に聞いていたとしても、聞いているよという反応がなかったら相手はどう思うかな。うんうん、へえ、そうなんだ。丸1から丸5のロープレイをして気づいたこと。無反応は自分は大したことじゃないと思っていても、相手にとっては違和感、悲しい気持ちになるので気をつけなければならない。聞く側の反応がいいと相手も乗ってくる。反応や相槌を良くすることで相手の話を引き出すことができ、お互い気持ちのいいコミュニケーションにつながる。自分の改善テーマ。場面によって一つ質問を入れてみるのもいい。盛り上がりの場面では体、表情、声、相槌をオーバーに、かっこ相手より嬉しそうにワクワクしながら、おー、くーなど相槌のバリエーションを増やす。3、暗黙のメッセージに気をつける。手を止めないで、かっこスマホ、読書、ゲームなど耳だけで会話をしていると、相手にはどのようなメッセージが伝わるでしょうか。それは忙しい、後にして、興味ないという暗黙のメッセージです。また耳だけで会話をしていると、たとえ返事をしていても上の空というケースがよくあるでしょう。もし料理中に小さな子供から、ママ今日学校でねと話しかけられて、手が離せないからといってそのような聞き方をしたら、子供はきっとがっかりしてしまいますね。そんな時こう言ってみたらいかがでしょうか。〇〇ちゃん、ママは今火を使っていて危ないのよ。その話しっかり聞きたいから、後でもう一回話してくれる。職場でも同じです。急いでいるからといって部下の報告を顔も見ずに生返事で聞くより、ごめん、今急ぎの仕事があるから要点だけ教えてくれないかなと一瞬でも目を合わせて伝えたら、部下の気持ちは変わると思いませんか。レッスン8、動かし方。1、全身で受け取る。1、表情のロープレイ。悲しかった話をニコニコしながら聞く。
今日さ電車乗ろうと思ったんだけどさ、電車時間間に合うかなと思って走って行ったんだけどさ、その電車ギリギリの目の前に止まっちゃってさ、電車乗れなかったんだよね。本当に。それで会社遅刻しちゃってさ、どうしようかなって悲しかったんだよね。その後さ上司に怒られちゃってさ、どうなんだろうね。丸にフィードバック、実際話してみて本当に同調して聞いてくれているのか違和感を感じました。丸さん、表情のロープレ、悲しかった話を話の内容に表情を合わせながら聞く。今日車運転しててさ、運転室と曲がれるかなと思って曲がってみたらさ、ちょっと車の左側がちょっと擦っちゃってさ、すげえ悲しかったんよな、ね、その後の事故処理とかもあってさ、ちょっとお客様に迷惑かけちゃってさ、まあ、なんか車はね、それ痛いね、なかなかちょっと擦っちゃうのはね、車大きかったね。マリオン、フィードバック、先ほどとの違い。先ほどのニコニコしながら話を聞くよりもしっかりと話の内容に表情を合わせてくれたので違和感なく同調してくれたなとすごく伝わりました。2、全身で受け取る、反応と相槌。丸1、無反応のロープレ。今日さゴルフのね打ちっぱなし行ってきたんよ。そしたらさドライバーを試してみたらさ、なかなかスイングが良くてさ、すげえ飛んだんだよね。だからもう一個アプローチで、アプローチの練習しようと思ってさ、アプローチがやってきたらいい感じに飛んでさ、これはこうだしうまくいくんじゃないかなと思ってるんだよね。丸にフィードバック、話をしているのに聞かれてないと悲しい気持ちになりました。今後本間くんには話したいという気持ちは湧きませんでした。丸さん、反応と相槌のノープレ。今日ね、ゴルフの打ちっぱなし行ってきたよ。そしたらさ、ドライバー持って一回振ってみたよ。そしたら、距離がいい距離伸びたんよ。マジで。練習の成果出てんかと思ってさ、よいしょ、うまくいってさ、で、アプローチも練習してさ、打ってみたんよ。そしたら、それも行ったから、で、実際コース行ったらさ、なかなかいつもより距離が、良くて成績も良かったんよね。めっちゃ上達してんじゃん。これはこれいいなと思ってさ、すげえな、楽しくてさ、楽しそう、行きてえな俺も。マジで行く、行きたい行きたい、ちょっと誘ってよ。いいよいいよ。マリオン、フィードバック、先ほどとの違い。先ほどとは違い、表情が豊かでこっちの話に興味を持っており、どんどん話したくなる気持ちになりました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、これからもこの繰り返し反復をすることで力になっていきますから、次回もお楽しみに。